修復された英国高等領事裁判所ビル英国高等領事裁判所は中国、日本及び朝鮮で発生した英国民に対する訴訟及び領事裁判の上告を処理するために1865年に上海共同疎開に設立された上級裁判所。アヘン戦争に勝利した英国は1842年に清と南京条約を締結し、 さらに翌年の顧問再追加条約で違い保権を獲得した。アロー戦争後の1858年に締結された転身条約で英国の権利はさらに拡大された。法廷は英国中上海総領事館敷地内にあった。当初は総領事館建物内の領事裁判用の部屋が使われたが、1871年に延命延路に面して総領事館建物裏に 専用棟が建築された。建物は現存しており、延命園路から見ることができる。殺人、離婚訴訟、生児紛争、商標権、殺傷通用、人身保護、コソ泥等、あらゆる裁判が行われた。裁判のいくつかは、マッコーリー大学のウェブサイトでオンラインで閲覧できる。有名な裁判としては、最終的には、 スーツ密院司法委員会まで上訴された1873年の軍パフ派男爵のサーロバート・ハートに関する訴訟。1939年に天津の殺人の容疑者として日本が引き渡しを求めた4人の中国人の代理として英国領事館員が人身保護要求した事例。1897年に横浜においてイーディス・カルーが夫を毒殺した事件等がある。 1865年から1943年までの78年間に15人の常勤裁判官が勤務した。常に上席及び自席の2人の判事が配属され、1865年から1878年までは、それぞれ判事及び判事補と呼ばれ、1878年から1905年までは、主席判事及び判事、 1905年から1943年までは、再び判事及び判事補と呼称された。裁判官の出身地は、イングランド、ウェールズ、スコットランド、アイルランド、バージン諸島、南アフリカ連邦など様々であった。神奈川県の藤屋ホテルを訪れたモソップと香港、最高裁判所長官のマクレガー。1935年、1878年から、 最高法廷弁護士が設けられた。これは植民地の法務長官と類似した役職であった。最高法廷弁護士は外務省の常勤職員ではなかったが、最高法廷弁護士としての仕事を行う場合には、給与が支払われた。最高法廷弁護士としての役職との利害対立がない場合には、個人的な仕事を行うことも許された。最高法廷弁護士には、 歴代6名が任命された。ハイラム・パークス・ウィルキンソンは、ハイラム・ショー・ウィルキンソンの息子であり、親子で44年間最高法廷弁護士を務めたことになる。アラン・モソップは、第一次上海事変の時は、最高法廷弁護士であり、それ以降は、英国高等領事裁判所判事となった。1935年には、休暇で、神奈川県と日光を訪れた。 第二次上海事変を経て、第二次世界大戦が開戦した後も、1943年に英国が上海の違い保権を放棄するまで、肩書きは同裁判所の判事であった。領事裁判権の獲得、消失に応じて、担当範囲及び名称も変化した。朝鮮に関しては27年間、日本に関しては34年間、中国に関しては78年間。 これら地域における英国民に対する裁判を担当したこととなる。1858年に締結された日英修好通商条約により英国は日本においても領事裁判権を獲得した。明治政府による条約改正交渉により日英通商公開条約が1894年に締結され、締結より5年後の1899年に英国は日本における 領事裁判権を失うこととなった。実際には1900年に上海高等領事裁判所が最後の日本関連の訴訟を処理している。日本に関連する例としては以下のようなものがあった。水雷法官であった千島横浜領事裁判所、日本における英国の商業活動が盛んになると第一審を上海の高等領事裁判所が行うのは不便ということなり、 1879年には横浜距離地に第一審を行うための横浜領事裁判所が設立された。横浜領事裁判所は各地の領事館で行われる領事裁判の上級裁判所としても機能した。横浜領事裁判所からの上告は上海高等領事裁判所の首席判事が処理した。歴代で4人の判事が任命されているが、いずれもその前後に 上海の高等領事裁判所の判事を務めている。1883年には朝へ修行通商条約が締結され、朝鮮においても領事裁判が認められた。1910年の韓国併合に関する条約により、日本が朝鮮を併合すると、英国は自動的に朝鮮における領事裁判権を失った。これ以降、 上海高等領事裁判所は中国における訴訟のみを担当することとなった。1920年代になると国権回復運動が高まり、中国における違法権の撤廃に関する交渉が開始された。しかし、中国国内の政情が不安定であったこともあり、合意には至らなかった。中国国民党が 中国の単一政権となった後の1930年、英国は中国の外務大臣と治外法権撤廃に関して合意した。しかし1931年の満州事変の勃発、さらに1937年に日中戦争の開始がこの問題を棚上げにしてしまった。1941年12月8日、太平洋戦争の勃発と同時に、 大日本帝国海軍が上海を占領し、上海高等領事裁判所の機能は実質的に停止した。判事及び職員は自宅、または、キャセイホテルに9ヶ月間拘束された後、英国の客船なクンダ号で英国へ戻された。1943年1月、大東亜共栄権を掲げる日本が、王朝明政権との間に、疎開幹部、 違い方権撤廃協定を結んだ。その直後、アメリカ合衆国からの圧力もあり、英国も小介石政権に対して違い方権を放棄した。これにより正式に上海高等領事裁判所の役割は終わった。ありがとうございます。